戦闘終了。先に進もう。 みんなよ。
まだまだいけるわ。相手が悪かったな。出直してきた。出直してきた。
戦闘終了。さっ。戦闘終了。先に進もう。外に出たね。どうやらかなりの高さまで登ったみたいね。あれ、あれって何なのかな。うん、何かの端末みたいだが、妙に思わせぶりだな。こいつはじっくり調べる必要がありそうだな。いや、それは後回しにしましょう。何？さすがは漆黒の牙。気配を断つということは。仮面をと。ブルブラン、ようこそヨシュア。それにエステル・ブライト、我が姫と好敵手がいないのは甚だ残念ではあるが、心より歓迎させてもらおうか。歓迎って。どうやらあなたが最初の障害みたいだね。最初にしてここにあるのは中枢と上層に通じるゲートをロックす。これが働いている限り諸君は永遠に輪にたどり着けないだろう。あ、なんでって。ブルブラン、あなたは今回の計画のためリベールに来た執行者の中では最も因縁の薄い人物のはずだ。教授に従って
僕たちと戦う理由がどこにある。別に私も知ってのと、我々執行者は望まぬ命令に従う義務などないので、使徒はもちろん、たとえ名手の命であってもね。教授の人形だった君は、よしは私がこだわる理由はただ一つ、そこに盗む価値のある美しいものがあるかどうかだけだ。だからこそ私はここ。盗む価値のある美しいもの。それは諸君の逆境であればあるこそ、希望というものは美しく、そのきらめきを見るために、私はこの場で諸君を待っていた。その結果、夏の花火のように希望が消えてしまった。私はその極みが見てみたいのだ。さあ、希望という名の宝石が。魂最王を送る。
ソウル。私の仮面にひびを入れようとは。どう思い知った？砕け散ったのはあなたの傲慢だったみたいだね。よかろう。ここはおとなしく引いておく。だが教授のゲームはまだ始まったばかりでしかない。今回のような幸運はこれ以上続かぬものと覚悟した方がよかろう。忘れるなよ。諸君はこの私を退けたのだ。塞がる絶望の壁を乗り越えて必ずや美の高みへと至るがいい。どうやら完全に手を引いたみたいだ。誇り高い人だから約束はたがえないと思うよ。
そっか。人騒がせな野郎。それじゃあ奥の上層に行くためのゲートを開けることができるはずだよ。うん。Thank you.
Thank you.
だ負けられないんだ。出直してきた。
を洗って出直してきた。待ちくたびれたぜ。サングラス男、痩せ狼か。バルト、よく来たじゃねえか。ここに来たってことは覚悟はできたみてえだな。あんたの邪剣を打ち砕くために震わせてもらうつもりだ。どうやらジジイの目論み通りになったようだな。先生の目論み通り、どういうことだバルタ。あんたと先生がし合ったのはやはり俺が関係しているのか。だから言っただろう。もしそれが知りたければ俺を打ち負かして。ふぬけた剣を振ったらその場で終わらせてやる。さあ、ガキどもいいだろう。ガキがやめた。
てめえ、いつの間にそこまでの空腹を。バルタ、あんたは確かに天才だ。だが、その才能ゆえにどうしても積み重ねが欠けるんだ。そして空腹とは、愚直なまでの繰り返しの鍛錬で積まれていく。だからこそ格下の俺の拳が。ジジイのやつはそうは思っていなかったぜ。え？ジジイは俺に言ったのさ。活人、殺人の理念に関係なく。素質も才能も、てめえの方が俺より上だとな。そしてジジイはより才能のある方にタイト流を継がせるつもりでいた。それが何を意味するのか鈍いてめえにもわかるだろうが。だが俺があんたより格上なんて、そんなの冗談もいいところだろう。それに先生がキリカの気持ちを無視してそんなことをするはずが。だからてめえはめでたいんだよ。流派を継ぐわけでもないのに、シフの娘と一緒になる。そんなこと、この俺が納得できると思うか。だから俺はてめえとの勝負で継承者を決めるようジジイに要求した。だがジジイはこう抜かしやがったのさ。ジンは無意識的にお前に対して遠慮している。武術にしても女にしてもな、お前が今のままでいる限り、あやつの武術は大成せぬだろうと。俺も青かったから余計に納得できなかったわけだ。
そしてジジイはてめえの代わりに俺とし合うことを申し出て。そして俺はこれが俺とジジイがし合った理由だ。お望み通り答えてやったぜ。俺はずっと確かめたかった。先生がなぜあんたとの試合に立ち会うように言ったのかを。ようやくその答えが見えたよ。なんだと？バルタ、あんたは勘違いをしている。これは俺も後でキリカに教えてもらったことなんだが、あの頃龍河先生は重い病にかかっていたそうだ。悪性の腫瘍だったと聞いている。だからこそ先生はあんたとの試合を申し出た。無論あんたの武術への姿勢を戒める意味もあっただろうし、未熟な俺に武術の極みを見せてやるつもりでもあったろう。だが何よりも先生が望んだのは武術家としての生を一番弟子との戦いの中で全うしたいということだったんだ。なんだそりゃ、そんなバカな話が。じゃあなんだ、俺は手よく利用されただけか。そうだとしたら俺は。確かにそれは身勝手な話なのかもしれん。だが強さを極めるということは突き詰めれば利己的な行為なんだろう。それが俺たち武術家に課せられた宿命と言えるのかもしれない。だからこそ先生はあえて己の身勝手をさらけ出した。そうすることであんたや俺に武術の光と闇を指し示すために。バルタ、構えろ。何？先生とあんたから学び遊撃士家業の中で磨いてきたタイトの全てをこの拳に乗せる。そして修羅となり闇に落ちた不甲斐ない兄弟子に喝を入れてやる。多分それがあんたの弟弟子として俺ができる最後の役目のはずだ。ずいぶん服じゃねえか。だったら俺はタイトの全てを葬るためにな。それだけの薫風を宝の持ち腐れにしてたとはな。ジジイの言うことが本当にタバコが。もしかして、うん、ジンさんの勝ちみたいだね。やったじゃねえか。うんうん、まさかこのとんでもない男に真剣勝負で勝っちゃうなんて。いや、勝てたのは俺がタイトリーを背負っていたからに過ぎんさ。もしあいつが
タイトの正当な使い手としてこの勝負に臨んでいたら、倒れていたのは多分俺の方だっただろう。もうそんなことないってば。それよりジンさん、怪我とかしてるんじゃない？手当てしておきましょうか。いや大丈夫だ。バルターのやつもしばらくは目を覚まさんだろうし、今はとにかく上を目指すぞ。うん、それじゃあ奥にある端末を。相手が悪かったな。相手が悪かったな。
終了。先に進む。相手が悪かったな。
せい。戦闘終了。先に進もう。出直してきた。戦闘終了。先に進もう。見違いだったかしら。幻惑の鈴、あなたか。なんとなくあの子が来るような予感がしたのだけど、私の占いもまだまだみたいね。シェラネーはアルセイユで待機してるわ。それでも僕たちと戦うつもり。そうね、教授に対する義理はないし、素直に引いて、正直あなたたちが
ブルブランやバルターを破ってここまで来るとは思わなかった。その成長のほど少し見てみたい気がするわね。私ごときを倒せないようではこの上で待ち受ける者たちにはと幻惑の鈴の。
せい。See?
なる、これならば上に進む資格があるかもしれないわね。ルシオラ、引いてくれるのか。そうね、これ以上ここにいる理由はないから。ちょっと待って、知らねえのこと一体どうするつもりなの。私とあの子の因縁は未だ断たれていない。だからまたどこかできっと開口できるでしょう。これより先は本当の意味での死地よ。くれぐれも慎重に進んでいくといいでしょう。それではごきげんよ。いやはや、話のわかるいい女じゃないか。だが、シェラザードのやつはがっかりするかもしれねえな。うん、でも仕方ないよね。あの二人が出会ったら、それはそれで心配だったし。そうだね、これも一つの縁のあり方だと思う。彼女は舞台を退場したけど、僕たちの出番はまだ終わ。忠告通り、慎重に進んでいこう。Thank you.